と。見てください、この黄色一色をね、怖い、すごい、すごい、すごいね、この暑い中皆さん待っていただいて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、こんだけ待った後にね出てきたのか、このおばはん2人本当ごめんなさいごめんなさい、ピカチュウまだ出てこないから、はい、ごめんね、いやいやいや、もうちょっと待ってて、うん、ありがとうございます、はい、いやいやいや、だけね、たくさんの人が来てくれてるってことは、まあ、いろんなところから皆さん来てくれたと思うんです、そうでしょうね、そうなんですよ、私ちょっとね聞いてみたいな、ちょっと聞いてみちゃう、今日横浜から来たよって人は、はい、横浜から来たよ結構地元感満載です、おー今でしょうね、結構いますね、散歩に来たのかな、すごいいっぱいいる、うんうんってうなずいてます、そうじゃあ散歩の皆さん手を下ろしてください、はい、ありがとうございます、分かった分かったじゃあすごいかも、まあ、ちょっとねちょっと手を伸ばして広くして、関東から来たよって方、関東から来たよ、おーいいですね、まあ、横浜もね、さっきの横浜入ってるから、そうですね、横浜は手を下ろしてください、関東はいいよ、分かったから、うん、結構いなくなった、すごい、あ、ありがとう、後ろの方でも一生懸命手を挙げてくれて、ありがとうございます、こんなやってくれた、ね、関東人のアピールたらないわよ、すごいわすごいじゃあ、もっと聞きたい、私もっと聞く、我こそはすんごい遠くから来たよって人います、えちょっと待って、今すごいね、でも今2人で見ちゃったよね、あの人もすごいね、誰よりも最初にってあげたの今、じゃあそこの名のなんだ、黄色のタブ、そんなに体中がすごい真っ黄色の、体中すごい、じゃあちょっと聞いてみる、聞いてみよう、じゃあお兄さん、ちょっと手挙げてくれた、お兄さんどっから来たんですか、愛知県、まあなんとも、なんかね反応しづらい感じのところが、反応しづらいところが、なんかどうしよう、ありがとう、愛知県、うん、すごいすごい、そうそう、なんかすごい元気よく手挙げたから、そうだよ、まあ、ぶっ飛んだところから来たんだな、ぶっ飛んでるのかなって思ったのかな、愛知もね、愛知もね、でもそうそう、いいじゃない、愛知県、すごいよ、ほら、そうなの、いいよいいよ、全然愛知県、他にじゃ愛知よりも遠くに来たって人はいるかな、あ、すごい、待って、結構います、いるんだけど、ほら見て、ほら、あの、何ギャル2人みたいな、ほら、そうね、ほら、ぴょんぴょん、ぴょんぴょん跳ねてる、ほら、あれが若さ、そうね、飛んでアピールすんのよ、女の子2人で、はい、ぴょんぴょん、膝痛めるよ、膝痛めるよ、ぴょんぴょん、ぴょん飛んでるさ、そこの女子2人、じゃあ今手挙げてる、はい、手振って、はい、ブンブン手振ってください、ブンブン手、はい、その女子2人です、あなたです、じゃあ、大きい声で言ってください、今日はどっから来たんですか、奈良、ちょっとざわめきが、そうね、そうね、奈良、愛知、奈良、愛知と奈良、そうね、そうね、うん、まあ、遠いところ期待してます、そうね、実はね、ごめん、実は遠いよ、全然遠い、ごめんね、さっきからもうね、話を聞かずにずっと手を挙げてる人たちがたくさんいるんです、そうなのよ、もうアピールしたくてしょうがないみたいな、話を聞いてるかじゃん、本当に遠くよ、本当に遠く、本当に遠く、本当にもうびっくりさせて、このビンズの中で答えてもみんながマジでってなるぐらい遠くよってなる。じゃあ、あそこでなんか両手をね、こうブンブンして、こういう状態で必死なの、さっきからすごい必死、こういう状態のお兄さんとか、そう、ダブルピースしてくれた、そうな、じゃあ、はい、はい、手振って、はい、ブンブン、イエーイ、イエーイ、イエーイ、見えてるよ、じゃあ、お兄さんたち聞くよ、聞いちゃうよ、いいの、本当に遠いところだからね、行くよ、あ、自信満々、自信満々、イエーイ、イエーイってしてる、すごいイエーイ、イエーイしてる、じゃあ、聞いてみよう、お兄さんたち、どこから来たの、本日が最終日になっております、やだーやだー、拍手しながらも悲しいよね、やだよ、終わりたくないですが、今日はこれからね、スペシャル感満載のファイナルバージョンでお届けしたいと思っております。
ピカピカ。やめてやめて、可愛さ足りてない、足りてない、足りてない。あとは、一緒。ちょっと誰がぷよぷよやった。やめてラコラ、やめてちょうだい。可愛さも持ってるよ。早く早く早くやろうよ。ちょっと次の次次、あ、ちょっと揃えていけば、ちょっと、あ、ちょっとそうだ、ちょっと待ってください。お待たせいたしました。本日は踊るピカチュウ太陽発生中ファイナルバージョン。イエーイ、素晴らしい、素晴らしいですよ。ファイナルにふさわしいです。素晴らしいです。さあ、それでは早速ね、スペシャルにふさわしいゲストをお呼びしたいんです。あー、なんだよ、今来ると思ったでしょ、来ると思ったでしょ。ちょっと待って、その前にね、こうね、ゲストが出てきたらみんなうわこう、まず前のめりになっちゃうと思うんです。そうですね。ね、ところがね、これだけ人がいるからとっても危ないので、はい、もうね、わーってなるときはこう上にね、ちょこう上にお願いしますね。前に行かないようにね。そう、そう、昔習いましたね、小学校の時に。押さない、かけない、喋ら、喋らない、喋らない、喋ってください、みんな。あの、声いっぱい出してください。押さない、かけない、喋れです。そうね、見て、これ早く始めろって、ほら、いっぱいのピカチュウが見てる。そう、暑いから、暑いから、早く始めよう、始めよう。もう呼ぼっか。呼んじゃおっか。じゃあ呼んじゃいましょう。呼んじゃいましょう。では、本日のスペシャルゲスト、藤田ニコルさんでーす。ゲームがルビーとサファイアで、その頃からずっとポケモンが大好きで、ピカチュウも大好きで、はい、すごい嬉しいですね。ちなみに、はい、グッズをいっぱい持ってるって聞いたんですか。はい、死ぬほど持ってます。死ぬほど、はい、家にはもうピカチュウ100匹以上は普通に余裕でいます、ね、でもこれぐらいいるってことですか。はい、いや、この中でこれ、これ手前らへんですから、手前らへん、手前らへんぐらい、それも結構な数ですよね。ね、すごい、すごいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。ダンス覚えてきましたよ。でも覚えるのちょっと頭が弱いんで、間違えるのが